江戸時代末期に爆発的に信仰を集めた神社を紹介します。渋谷駅から徒歩4分、道玄坂百軒店商店街の名曲喫茶やストリップ劇場、ラブホテル街を越えてたどり着く聖域、千代田稲荷神社。手水や綺麗な水を溜めてくれている。もともとは江戸城からやってきた神様、長禄元年、太田道灌が江戸城築城の時、守護神として京都の伏見稲荷を勧請し創建。写真は現在の伏見稲荷。徳川家康公入城後、もみじ山に遷座。慶長7年、江戸城拡張の時、渋谷宮益坂に移した。江戸城の別名を取りて千代田稲荷と称す。宮益御岳神社の隣に千代田稲荷が鎮座している当時の地図。大正12年関東大震災の地、復興のための渋谷百軒店開発に伴い、今の地に遷座。幕末の頃の話。孝明天皇の妹、和宮親子内親王の将軍家御高家に際し道中を守護したという。そのため爆発的に人々の信仰を集めた。行列を作った参拝の様子が錦絵で残されている。江戸城の大火を未然に防ぐお告げをしたといういわれもあり、艶っぽい雰囲気もある。ここは花街だった丸山が近い。芸妓も参拝したのだろうか。境内にもう一柱、中川稲荷大明神。百軒店の町は、元は中川伯爵邸だった。邸内のお稲荷様が町の守り神として鎮座。東京の神社は歴史が面白い。木の裏にキノコを発見。都会で必死に生きている。渋谷の繁華街をひっそりと支える神様。Thank you.